ちょっと歩いてたんですけどね、扉が閉まっとるんでね、今開けてね、ちょっと上がってみましょう。もうわざわざ来たんだけどね、ナビではこの部屋あたりになってるんだけど入られないです、車がね。すぐ上なんだけど、この辺なんだけどね、まだか、まだ上。地方マラソンやったかな、藤原の地方マラソン。いや、わからんな、これ。なかなか眺めがいいですね。うわ、いっぱいや。さて、どっちやろう。あのね、前から言ったら右の方やな。ないね。どっちやろ。こっちかな。いやいや、ないね。わからん。この部屋でナビで言うたらね、ないか。見当たらんね。ありませんね、こりゃ。残念、見当たらず。反対側か。ないですね。残念でございました。ね、ここで来たんだけどね。よし、いるか。五条です、五条。反対でしたか。この上で
なかなか開きとんねんけど、これなんか柿でも入れんのかな、なんかこのみかんおいしいだよね。表情は柿でございます。ありませんでしたけど、あずっと柿畑やな、あれな。なんか間違ったか、こっちか、こっち行ってみようか。ナビのよ、ナビを指してるところで見るとね、そんなことじゃないんだけどね、こんなところでは。やっぱりね、右の方やったんやけどね、わからないですわ。もうちょっと上がってみましょうか。おっ、カラスだ。次たったに冬の木でなるんじゃやろうね、これ。あと5分ぐらいしかないね。5分もないか。いや、これわからん。これはわかりませんわ。これはね、ちょっとね、ここまで来るともう何もないわ。わからない。いや違うな、全然やっぱ方角が違いますわ。来たもんの、はい、分かりませんでした。ここまで上がってきたけど分からんね。いや、もうないわこれ。方角違うすぎるもん。もっとあっこまで回ってもらうか。あっこまで上がってみよう。お、牡蠣や。牡蠣いっぱいなってますわ。いや、見当たりませんわ。上がってきましたけどね、上まで。わかりませんでした。もう下ってるし、これ下ってますよ。これかけないやろ。これなんだ。なんかポンプかなんかかけたね。はいはい、見当たりませんでしたか。ここら下降りた、降りてまうな、これ。おそらく。なんて、どこ違うね。
ナビに乗ってるわけやから間違いなくどっかあるんやろうけどね。また登ってるこれ。はい、ならここから下りましょう。分からなかったね。暑いね。塩原さん、どこですの？ここはか。わかりませんやんか。下も崖になってるしね。では柿の畑、柿の畑やってなんかおそらく。ほら、何にもわからん。どこなんですか？ナビが悪やから、ナビから随分後ろやもんな、あれ。刺してんのがね。その辺やけどね、何にもないもんね、これ見たら。暑いね。どこを見ても、これは、ここは金剛山やな。金剛山と桂木山か。はい、わかりませんでした。フェンスがあるからね、フェンスから中に入る言うてもね、ないなあ。ここなんか書いてあるけど、なんで不法投棄を言いましょうか。あーくやろ。やっぱりこの辺だけどね、どう考えても。しょうないやんな。何にもないんですわ。こんな下か。もうなんか作業場みたいに立ってるけど、それらしきものが見当たらん。ちょっと意地になってんだけどね。またこれ下ったとかかるんかい。しんど。いや、これもないだろうな。見当たりませんね。もうダメですね、上がらないとね。こんなとこじゃないもんね、あれね。はい、 U ターン開きませんでしたわ。
完全に空振りでございました。また3、40メートル上がってくるかな。距離でするとどれが降りてきた、300メートル、400メートル降りてきたかな。いやはや、あの地図は何だったんやろ、ナビの。このね、畑の中にあるにしても、なんかね、目印があるそうなもんやもんな。何にもないもんね。ここの中にあるにしてもね、ない。崖だけはね、まさかこれはお墓じゃないでしょうね。なし。あの波の差し具合がってこの辺やけどな、入りませんでした。下りましょう。探せど見当たらずか。こんなことあんねんね。まあたまにあるけど、今日はね、車降りてから距離が長すぎるから大変やわ。一応どれぐらい出たんやろ、上り坂500メートルの往復で右左やから2キロぐらい出ちゃうかな、2キロぐらいな。あるとすればやね、この辺から入るくじゃないかないか、ここにないな。回復地はあるけど、ここからずっとこの辺りやから、こんなのが書いてあるけど、有害か関係ないか。はい、わかりませんでした。そこを開けて入ってきたんだけどね。もう一回、ナビで、ね、ナビでは、航空写真で次もう一回見てみたいなね。残念でございました。これどっち開けないとき、外に開けないとき。はいはい、ありがとうございました。閉めてからね、これをね、上と下とね。